えー、なんで東京なんで茨城空港じゃダメなんですかね東京じゃないしだって世界<ん>に勘たる東京を名乗ってもいいのと茨城県の皆さんが戸惑いの声を上げるのは広々とした畑が広がっているんですがあちら振り向くと茨城空港が見えますね広大な

異論を唱える声は、東京まるだらけの千葉県からも。千葉の物件です。千葉ほら、東京の隣だからね。果たして、東京を名乗ることには、どんな意味と狙いがあるのか。そこで、ある東京まるスポットを緊急取材。すると。あの、よくつけられてたりする。 こちら2階エスカレーター上がってすぐネバール君いますね出迎えてくれたのは茨城県の飛行人キャラネバール君取材班が今日向かったのは茨城県小美玉市にある茨城空港2010年自衛隊との共用飛行場としてスタートしたこの空港に今愛称の変更プランが持ち上がっているんです 東京北空港、微妙ですね微<妙> <laughs> ちょっと遠いかなっていう感覚もありますよね茨城が消えてしまうのがね <laughs> きっかけは去年12月空港の愛称を東京北空港や東京茨城空港にしてはどうかという県議会での提案でしたそもそも東京のお隣でもない茨城県ですが 議会では空港の知名度を上げるため東京の近くであることをアピールした方がいいのではという声が上がったのですそこで取材班は実際に東京からのアクセスを調査すべく東京都心から車で茨城空港へと向かってみることに2県をまたいで今茨城県へ入りました。 東京駅からの直線距離でおよそ80キロ茨城空港まではおよそ1時間40分ほどで到着しました国土交通省の首都圏白書では東京埼玉千葉神奈川の1都3県が東京圏とされていて茨城県は含まれていません大勢にこうまずあのこう集まるじゃないですか海外とか。 そういう人らがだからいいと思いますよところが茨城空港が東京を名乗る動きに別の県から厳しい声が千葉県民の皆さんです東京北だよ新東京国際とかさ新東京とかまだわかるよ、うん、何北って <laughs> 1978年に開港した千葉県の成田空港は 当初新東京国際空港という名前でしたしかし16年前民営化に合わせ成田国際空港に名称を変更しましたとなると茨城空港がもし東京北空港となれば東京を名乗る空港は正式名称東京国際空港の羽田に続き2つ目となりますでは東京と名乗っていい

テーマパークや大学の名前などさまざまなものが、中でも多くの施設があったのが千葉県です。千葉は割と特急にあの電車とかも下がってるじゃないですか。一本で行けたりするから、まあ、ギリセーフ。県の公式マスコット千葉くんからもこんな自虐的な発言が。 なんで千葉県には東京って名前がつくところが多いんだろうそもそも「東京〇〇という名前にはどんな意味が込められているのでしょうかそこで取材班が向かったのは園内にはでですすねこうしてドイツ風の建物がいいくつも並んでいます千葉県袖ケ浦市のテーマパーク東京ドイツ村。 東京でもドイツでもないのに、東京ドイツ村とはどういうことなのか。そのわけを担当者に直撃すると、世界的に見ても日本といえば東京、一番有名な、えー、あの名前ですから、えっ、ー、とそういった部分では一番あの覚えやすい。実はドイツ村にはなぜ東京なのという周囲の疑問を逆手に取ったお土産も。 東京でもドイツでもないでも東京ドイツ村という表記があります千葉県の袖ケ浦市にあるのに東京というつくことでメディアの皆様とか、えー、とお客様にちょっと一目を置いていただけるそういった PR の効果となっておりますさらにサバイバルゲームが楽しめる千葉県印西市の東京騒げパークに聞くと現代ならではの回答が。 やはりその東京っていうのがあの頭についてると、まあ、そういうキーワード的に結構引っかかりやすいかなっていうのとかがでかいんですインターネット検索をする際、目的の場所プラス東京で検索することが多いためだといいますそこで取材班が東京と名が付くお店で最も遠くにある場所を検索してみるとあありましたね。 なんと北海道の札幌市にその名も東京屋という屋号がおもちゃや駄菓子の卸問屋ということで早速電話をしてみるとおよそ80年前東京から札幌に移り住んだ創業者が開業したことから東京の名がついたということですがもうむしろ今になってですねいろいろどうしてこの名前付いたんだろうっていうお尋ねはよくありますですね。 今回茨城空港が東京〇〇という愛称への変更を検討している背景にも増加する外国人観光客への知名度をアップさせたいという思惑が経済評論家の平野和幸さんは茨城県は観光客が少ない地域なのでそういった意味では北関東全体の観光客の波及効果が期待できると、うん、なるほどあの今回した東京〇〇なんかの他にもブランド力を持つ名前がありましてそれが。 銀座よく聞きますよね、あるかと思いますけれどもなん<い>と全国にどれくらいあるのかといいますと商店街の団体がかつて行った調査によりますと345箇所ですね、多いですよね。 あのこの数字からも銀座というブランド力が分かるかと思うんですけれどもあの話は茨城に戻しましてまあさっき VTR にもありましたけど別所さんインバウンドなんていうね、はい、ところもありましたねね、うん、そうです、ね、あの海外の方から見たら東京という場所に向かうのにどういうチョイスがあるのかまあグレーター東京という言い方もありますけど大きな関東圏の中で東京へのアクセスのチョイスとしてはまあ成田、羽田そして 茨城、東京、はい、北、あるんだっていう意味では僕はありなのかなという気はします <laughs> あ私も実家が茨城にあるものでこれは非常に大きな問題だと思います。<laughs> <laughs>